こっちをやっていこう。あ、もうこっちもあった。え？マックスラディッシュだらけじゃねえ。すげえ、ここ。これは覚えといて多いな。はい、こんにちは、こんばんは、コマです。今日もゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド実況を続きやっていきます。来た。ついに、時が来ました。このひなバガンのおっちゃん、そろそろ月が出るぞ。今夜の月は、この胸騒ぎ、今夜は何かが起こりそうな気がする。来た。これはブラッディームーンでしょう。だよね。今が時間が9時10分で、前回、死ぬ思いで手に入れたワープマーカーをね、今回あらかじめ、なんだっけ、赤い月の夜に、の、ホカラチャレンジのところに置いておいたんで、そこにワープしたいと思います。来た。長かったなぁ。よし。ワープマーカー。便利だね。そう。9時20分。はい、いかんいかん。服を脱いとかないと。よし。ほんとはパンツも脱ぎたいところだけどね。ああ、ちょっと待って。おい、怖えよ、キース。おい、こっち来んな。いいとこなんだから。あ！来た！来た！来た！やった！お、早く早く、戻ろう戻ろう。12時のタイミングで？あ、でも光ってるよ。これでいいのか？もしかして。あ、やった！あー長かったやっぱ結局は敵をある程度倒さないとブラッディームになんないってことですね、きっとね。やったー。おー、赤い赤い。まあ、僕が殺したね、ボコブリン、モリブリンの血の色がね、返り血で染まったブラッティームーン。じゃあ行こう。もう裸で行こう。あ、この作りは、また力の試練か。ミッタ・ロキ。注意。さすがに裸じゃ厳しい？一応着とこうか。ピンク装備。あ、ちょっとこれ、これ変態じゃね？これすごいよ。体だけ何も装備しないとかなり変態とか増すね。しゃあ。盾を持とうが関係ないわ。走りたれ。はい。あ、回転？回転攻撃だね。おいで。おーい。もう分かってんだよ、お前の動きはよ。だんだん外側に弾き飛ばされるのムカつくわ。あ、今度は違う。今度は赤ビームだけど関係なし。盾じゃない？ガーディアンガードプラス。耐久アップになってますね。余裕だったな。氷舌の剣。また？ホコラ出すまですげえ苦労したけど、ホコラ自体はすげえあっさりだな。よし、4個目。
ありがとう。あれ ?12 時、1時になっちゃったけど、月が赤から白に戻ったね。これはもう、祠に入ってる間に、ひっそりと敵が蘇ったってことなのかな。でですよ。次は祠チャレンジが、あと2個あるんだよな。ドクロの左目、アッカレのとこだよね。これやろっか、じゃあ。場所が、アッカレなんで、これだっけ?これか。ドクロ池。左目って、なんか標高高いことしたから、やっぱこっちか。向かって左じゃなくて、ドクロ的にね。ドクロ視点で見て左目だから、これか。さあ。どっから行くかなぁ。まあね。まあ普通に。研究所?こっから行こうか。はい、祠、まず馬宿、日がっかれ馬宿のとこから行こう。ん?あ、あれか?ドクロ池?あ、なんか、最初、あっかり古代研究所探したときに、あったよね。なんか塔みたいな岩の上にある、祠。あれだよね、きっとね。あれがドクロ池なのか。え、ストップ。おい、ストップ。ここ、ここ。こっから?ほら、近い、近い。雨がもう止むでしょう。止んだらこっから行きましょう。え、簡単じゃね?止んだ。しかもこっからリーバルトルネード使えば一発なんじゃない?あ、余裕ですよ。これがドクロ池。あ、確かに。目飛び出しすぎじゃない、これ。どんだけ驚いてるの?ズナ界の祠。あっさり来ちゃったよ。はい、ドクロの左目、コンプリート。じゃあ、お宝いただきに行こうか。水水水ってことはご褒美いいんすかこんなんでご褒美いただいて。いやー、何もしてませんよ。すいませんね。いただいちゃいますよ。火炎の剣。あと、あれだよね。ドクロ池の近くに確か、魔物ショップの、キルトンだっけ?がいるはずなんだよな。それ探したい。おー。魔物ショップ。なんか、ヒントね、ヒント。ここら辺だろう。ああ、落ちました落ちました。おー、確かに結構高いね。こっからなんか、コログとかいそうな雰囲気だけど、ここら辺。いねえか。
お、なんだなんだなんだこれ。花が水中に咲いてるね。幻想的じゃん。キルトンってどこにいるんだ？この岩すげえな、なんか。すげえ形してるけど。え、この、花は何これ？なんかあるのこれ。襲ってきたりすんの？お、なんだ？なんかあるぞ？これは？コログかー。コログかー。向こうの方。リーバルトルネードで一発なんじゃないかな。はい。はーい。余裕。ありがとう。で、切る。キルトーン。あれ、ドクロ池のところにいるって言ってなかったっけ？言ってたよね。ガスネタ捕まされたか。おー、オカミ。やり。はいはいはい。ほら、なんもねえか。何これ？あ、凍結蒸気物肉。こうなるんだ。冷気で凍りついた蒸気物肉、少しだけハード回復と対処効果を得られる。冷凍保存か。まあでもこのゲーム腐んねえしな、肉な。あんま意味ねえな。雨降ってきたじゃん。どこいるんだよ、キルトン。どこ？ピン外そう。なんかもっと違うところかな？こういうとこじゃない？奥田の森とかそっちの方かな？向こうの森行ってみる？ん？なんかいる。ん？シカト？奥田ロック。多いな、多いな。扱いちゃった。めっちゃいるやん。痛い。めっちゃいるじゃん。あ、なんだろう、光ってる。ビリビリだけか。いいね。この、いっぱいあるぞ。忍びたけ。マックストリュフ。嬉しい。なんだよ。ほんと、そのさ、正確な射撃、ほんとやめて。ほんとやめて。タコも雷で撃たれねえかな。ぜひ、たこ焼きになっていただきたい。ドラスカから。お、上がるぞ。痛い痛い痛い。これ、避けれるんじゃない？これ。あ、違う。もう一回できない。おお、なになに、ちょ、なんだお前。お前、なんだよ。なんだよ、いきなり。これは？ビタロックはできる。ビタロックできるから。あ、やばい。危ない。怖い。雷落ちる。怖い。あー、怖い怖い。ちょっと。戻す。くそ、キルトンかと思ったけど。コログか。うわー、見つかったー。ボケー。うっせ、おら、あ、危ない。おお。リーチ長えなー。いて、しょ、痛いって。え、じゃあどこ、
どこにいるの？え？ドクロ池、あーなんかここら辺ちょっと怪しくない？ここ行ってみる？だいぶ遠くまで来ちゃったけど。こっちか？ん？あ、あれだ。あれだけど？あれ、なんか、敵の砦か。なんだよ。がっかりだよ。あ、あ、びっくりした、落ちるかと思った。ペガササないわ。ほら、ペガサスじゃないから、飛べないから、君。なんだ、ピカってなんだ。あ、マックストリュフの宝庫や。おぉ。わお。どけーい。マックストリュフ。あ、マックス、ラディッシュ、ラディッシュ、ラディッシュ。お、そこすごくない？お、やった。これ覚えといて損はないとこじゃないこれ。ちょっとスタンプ。これはいい。え、なんだろう。葉っぱマーク。コログも葉っぱマークつけた気がするけど、まあまあ、よし。おー、朝焼け。美しい。ちょっと、着てる服は変態だけど。いいね。ペガササナイもバックに。おしゃれやん。変態だけど。あ、竜。あれ何竜？赤？オルゾラだったら必要なんだけど。あ、あれこれもマックスラティッシュじゃない？お、ここすげえぞ。マックスラディッシュ自生区だな。ちょっと保護しておきたい。はいいんだけど。キルトーン。どこにいるの？キルトン。全然わかんねえな。まあ、いっか。とりあえずはいっか。ね。ちょっと俺には他のチャレンジも待ってるから。こっちをやっていこう。あ、もうこっちもあった。え？マックスラディッシュだらけじゃねえ。すげえ、ここ。これは覚えておいた方がいいな。皆さん覚えておいた方がいいっすよ、ここ。すげえある。ここね。ドクロ池の上の方です。マジかや。ちょっと次、ホコラチャレンジ、最後のやつ。力の泉の言い伝え。オルドラかい？オルドラはきついなぁ。きついですよね。オルドラは見かけ次第、撲殺するっていうことで。じゃあ、ミニチャレンジ編突入しましょうか。ミニチャレンジだからもうサクサク進むんじゃないかなと思うんだけど。巨大クジラの骨、化石、オルディン、ヘブラ、ゲルド。今いるのは？ここはオルディン。え、でも待って。オルディン地方ったって、めっちゃ広いんだけど。あれ、これじゃない？なんかマップにも映ってるけど。これじゃないですか？ねえ。ちょ、行ってみようか。